ゲーオタネオ小道寺パリピヒコニャン 5.0 です。ペイパルの創設者が人はゲームとネットと覚醒剤があればよい。政治による幸せの供給は困難だから鉄道テクノロジーで代替するべき的なことを言ってましたが、究極的にはマトリックスやトータルリコールのように脳をいじり幸せを供給視点的でもっていえば人の営みはだいぶ見られなくなりますよね。そういう時代が到来する。はい、ではシャンパンでも飲んで自由になってください。ありがとうございます。もうすでにある種なってるんですよね。あの要はそのインスタグラムとかツイッターとかでなんかあの例えばじゃあなんか美味しそうななんかタピオカドリンクを飲んで写真を上げてそのなんかいいねがもらえて幸せを感じてる人っているじゃないですか。でもそのためにそのタピオカに関して投資をしたりとか、まあ、500円とかね、でわざわざそのタピオカ屋に行ったりとかでお金と時間をかけてそのいいねという数字が手に入れるというゲームを楽しんでやってるわけですよ。でそのじゃあいいねをしてるのが人間だと思い込んで皆さんやってらっしゃいますけど、そのリツイートしてるのが人間だと思い込んでやってらっしゃいますけど、あれ全部ツイッター社が勝手にボットで回してるだけですって言った時にそれを否定することは不可能なんですよ。要はそのタピオカドリンクをあげてる人がいたらいいねを10プラスするっていうアルゴリズムでプログラムが動いてたとしても一般市民はそれは分からないんですよ。でそれまあインスタもそうでっていう感じで、そのなんだかわからない数字が増えてるっていうのを見て人間が増やしてるんじゃないかなと誤解して勝手に幸せになっちゃってるというのはすでにもう現実起きてるんですよ。なので別にそのマトリックスみたいななんか映像を見せてそのなんか仮想現実の中で幸せになってるみたいなことをやらなくても、なんかあのツイッターのそのアカウントの横にあるハートマークの数字をちょこちょこ増やすだけで人は簡単に幸せに感じて思い通り動いてくれるので、なので結構ちょろいんじゃないかなと思うんですよね。